皆さんこんばんは、チェロの加藤文江です。ピアノの小沢香さんです。今日はアナリーゼワークショップにお越しくださり誠にありがとうございます。今演奏した曲はシューベルト作曲白鳥の歌より、歌曲なんですが、白鳥の歌という歌曲集よりセレナーデという曲を演奏いたしました。1月のリサイタルで演奏する中にシューベルト作曲のアルペジオネソナタが入っているので、一番初めに歌曲を演奏させていただいたんですが、まあ、なぜかというとシューベルトはよく歌曲の王様と言われるほどたくさんの歌曲を残しているので、その中から2曲、今日は特に有名な曲を演奏させていただきました。でどうして今日のアナリーゼにシューベルトを選んだのかというのをちょっとお話しさせていただきたいんですが、今回リサイタルのプログラムは全部私の好きな曲ばかりで、他の曲はもう初めて聴いた時からわあいい曲だなって思うような曲ばっかりだったんですが、このシューベルトだけは昔はちょっと苦手な曲で、でも学校の試験とかコンクールとかそういう課題で弾かなきゃいけなくて、まあ、しぶしぶ弾いていたっていう曲がいつの間にか、まあ、いろんなことがきっかけでとても大好きな曲になったという、こうちょっと自分の努力とかちょっとした考え方のこうなんだろう観点を違うところに移すことによっていい曲だと思える曲になったので、もしかしたら今日星の皆様の中にもそういう方がいらっしゃるかもしれないなと思ってシューベルトを選ばさせていただきました。そのどうして私がシューベルトがあまり得意じゃなかったかっていう大きな原因の一つが、まず繰り返しが多いことです。あと曲がとても長い、シンフォニーとかもそうですね、長い曲が多いです。他の室内楽も50分とかかかるトリオや弦楽50奏とかもとても長いです。で私はまあフランスに留学していたこともあり、フランス音楽とかが好きだったので、もうその瞬間キラッと光るようななんかセンスが光るとか新しい新鮮な和声が聞こえるとか、そういう曲に目が行ってた時はシューベルトの良さはいまいちよく分かりませんでした。でも私なりにその今シューベルトが好きになった理由というか、シューベルトの魅力というのを4つ絞って今日はお話しさせていただきたいと思います。とパネルでその4つをご覧になれるようになってますが、まずその1、孤独であること。とは言っても別に友達が少なかったとか、みんなから嫌われていたとかそういう意味ではないです。たくさんの人に支えられて家族もたくさんいて、そういう意味では孤独な人ではなかったんですが、シューベルトは実は31歳で亡くなっていまして、まあ、常にこの死の気配をまとってこう病気がちだったり、そういう意味でとても孤独な人ではなかったかなというのを曲を聴いてて思います。で、丸2番、ふるさと、日常を愛すとありますが、これも別にそのとても愛国主義者だったとかそういう社会的な意味ではなく、そののんびりした日常、街を散歩したり公園を歩いたり、そういうのを、そういう何気ない日常を愛していた人じゃないかなというふうに思います。で、丸3、この終わりたくない終わりたくない終わりたくないというのが先ほどの繰り返しが多いということにつながるんですが、まあ、これも一番と少し似ていて、やはりその日常の何気ないことでも彼からするといつ終わってしまうかわからない、いつ自分が動けなくなったり、まあ、死んでしまうかもしれないっていうのから、このなんだろう、安らかな気持ちをずっともっともうちょっと感じたい、もうちょっと味わいたいっていう気持ちがやはり繰り返しのお産とかにつながっているんじゃないかなと思います。なので丸さんもとても重要な要素じゃないかと思っています。そして最後の丸を、形式を用いる、これはもう音楽的な元に今からも話するんですが、曲の構成などを崩さない、和声の中ではいろんなドラマティックな、もうロマン派の走りの一番初めの始まる頃に来た人ですから、とてもドラマティックな和声を書く時もこう形式までぶっ壊してしまえというのではなく、形式を重んじることによってシューベルトが作り出す品格というか、まあ、なんかこう感情だけに乱されないっていうところがシューベルトの魅力じゃないかと私は思います。で、この4つを中心に今日シューベルトのアルペジオネソナタをアナリゼしていきたいと思うんですが、でまず一番初めに
ししたいのは第一楽章、先ほど あの4つのを見ていただいた時の丸4番ですね、形式を重んじるというので言うと、第一楽章はそなた形式というので書かれています。そなた形式という言葉、もしかしたらお聞きになった方も、ね、今まで聞いたことあるなという方もいらっしゃるかもしれないんですが、そなた形式というのですが、のは大きく3つの部分に分かれています。まずは定時部、そのこの曲のもうテーマとなるメロディーがまず現れます。それでがまず初めに第一主題で、同じく定時部の中で第一主題とは少し性格の異なる第二主題というのが現れます。そこで定時部が終わり、次展開部はまた全然違う性格の、それをまあ展開というだけあってもどんだけロマンティックにとかどんだけ発展させるかっていうのが作曲家の勝負になります。で3つ目、再現部というのは定時部をもう一度繰り返す、ここはまあいろんな作曲家の人の手法によって全く同じような感じにする人もいれば、えこれが再現なんだってぐらい結構新しいことをぶっ込んでくる人もいるんですね。でプラスコーダというのはまあ集結部ということになります。で今日のアルペジオメソナタも例に漏れずこのソナタ形式でかなりかっちり書かれている曲になります。では一番初めの第一主題は冒頭のピアノの序奏に現れるので、まずそれをお聴きください。Thank you.
一部は繰り返すというのが一応伝統ではあるので、また本当に頭の冒頭、先ほど小澤さんにいてもらった出だしの冒頭に戻って全く同じことを繰り返して定時部が終わります。すごいでしょ。今のが定時部で、次展開を見参りたいと思います。今日はできたら全楽章をお話ししたいなと思っているので、こんなペースでお話しさせていただきます。で、展開文なんですが、展開文はもちろん先ほどお話しした通りに、いろんな新しいこととかもう盛り上がりをつけて、行方をつけていかないといけないので、やはり転調、調整をどんどん変えていくというのがとてもよく使われる手法になります。で、展開後の幕開けは、先ほどね、冒頭はちょっと憂鬱な、安慮な感じでしたが、今度は長調で明るくなります。でも可愛らしいですね。で、これは全然違うのが来たなと思いきや、実はね、一番冒頭の、定時部の第一主題、もう一度聴いてください。これが長調になってるだけなんですね。作曲家の工夫っていう言葉ってでもすごいなと思うのが、音楽家じゃなかったとしても工夫って私受けている方は全然そんなこととは知らずに、当たり前のようにあ綺麗だなと思ったり、あ快適だなと思っていることも、作っている方からするとたくさんの努力があるのだなっていうので、改めて本当尊敬するんですが、この部分も全然新しいものというわけではなく、実は冒頭の部分の引用でそれが展開されている主題になります。じゃあ少し弾いてください。静かにこう鼓動が収まるように戻って終了するんですね。その部分を少し聞いていた
ただきたいと思います。やはりモチーフは一番初めの提示部から取ってきていて、これが少しリズムが伸びて、少し緩慢になってますね。リズムが緩慢になっているので、どんどん心が落ち着いていくように感じられると思います。で、このままどんどん本当に脈が止まりそうな感じでどんどん下に行きます。で、次が一番底の部分になるんですが、ここからチェロのメロディーは上がるんですが、ピアノは下に下がる。ここが一番下まで来て、これが1楽章でした。で、今日は1楽章だけ今から演奏します。